はい、皆さんこんにちは。今回は日本原にある自衛隊の駐屯基地に行ってまいりました。でね、今回ちょっと PX についてピックアップしようかなと思ってます。で、そもそも PX って PX っていうのはポストエクスチェンジ、手法っていう意味ね。簡単に説明しちゃうと、自衛隊員や自衛隊関係者の人が日用品や軍用品を買うことができる売店っていうことなんだって。どういう時に利用するかっていうと、支給された防寒着だけじゃ冬は越せない、もっとちっちゃいバッグが欲しいって時は、自分のお金でこの PX で購入するっていうこと。はい、今回は自衛隊記念式典のついでに PX に入ることができました。この日だけ唯一一般の人も買える日ですね。 PX はね、基本的にはレプリカ、国外生産のものが多いので普通にネットで買えたりする場合もあります。もちろん支給品は全部国内生産だそうです。はい、こちらが PX の戦闘服です。でね、これは実際の、支給される服より、機能が落ちた最低限の、戦闘服です。例えば燃えにくい材質ではなかったりとか、生地が薄かったり、例えですよ、まあなんかそんな感じじゃないのかなと思いますね。で、普通にカップ麺やお弁当、スナック菓子も売られている感じですね、この PX。 で、普通にお土産用に自衛隊 PX 限定のキューピー人形などもいろいろ、ホルダーなどいろいろ売ってあります。はい、今回ね、このような感じで軽く PX を紹介させていただきました。でね、また後日、時枝門左衛門のストーリーでもこの自衛隊の駐屯地を紹介させていただきますので、皆さん楽しみにしておいてください。またねー。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。